鹿児島中央駅。鹿児島中央駅は、鹿児島県鹿児島市中央町にある、九州旅客鉄道 JR 九州鹿児島市交通局の駅である。鹿児島市交通局の電停の名称は、鹿児島中央駅前電停である。鹿児島県の県庁所在地である、鹿児島市の代表駅。地元での通称、略称は、中央駅。鹿児島における、 都市間移動の拠点駅であり、新大阪駅より当駅に至る山陽、九州新幹線の終着駅である。福岡、熊本両都市県、本州方面とを結ぶ新幹線の発着駅である。他、宮崎、霧島、いぶ方面へ向かう新幹線に接続する特急列車や観光列車など在来線においても多数の列車が、当駅を始発、終着とするターミナル駅である。 事務官コードは94万125を使用している。鉄道以外では、大隅半島や離島航路発着港湾とのバス路線や、鹿児島空港行きのリムジンバスの発着地であり、鹿児島市のみならず、鹿児島県全域とのアクセスの拠点である。旧正の西鹿児島駅、西鹿児島駅、通称、西駅時代から、寝台特急、特急などの優等列車を、 はじめほとんどの列車が当駅を奇襲点として発着する運行場の拠点であり、古くから鹿児島市の中心駅としての役割を果たしている。駅敷地内にはアミュプラザ鹿児島や駅町一丁目などに大小250を超える店舗が密集しており、駅周辺の店舗と合わせて鹿児島中央駅地区と呼ばれる商業エリアを形成し、鹿児島市の一大商業地区の一つである。 2004年3月の九州新幹線の当駅上入り開始以後、当駅は日本最南端の新幹線停車駅である。九州新幹線及び在来線の鹿児島本線、伊ぶす枕崎線の3路線が乗り入れており、このうち九州新幹線は当駅を終点、伊ぶす枕崎線は当駅を起点としている。在来線における所属線は鹿児島本線である。 鹿児島本線と日豊本線の正式な終点は隣の鹿児島駅であるが、鹿児島本線の列車は大半が当駅で折り返すため、鹿児島駅まで乗り入れる列車は少なく、逆に日豊本線の列車はすべて当たり駅まで乗り入れているため、当駅は鹿児島本線と日豊本線の事実上の終点として機能している。鹿児島本線、広木駅園と 日本本線を直通する列車と、鹿児島駅発着のいぶ枕崎線の列車は、当駅で列車番号を変えている。このような運行形態のため、当駅鹿児島駅間を運行する列車は、鹿児島駅発着の列車を除いて、列車番号は、関連とは逆に下りがぐる数、上りが奇数となっている。優等列車については、九州新幹線の、水穂、桜が、 山陽新幹線新大阪駅まで直通運転を行っており、始発終着駅となっている。また、山陽新幹線に直通する、水穂、桜は上り一本、熊本駅始発を除きすべてあたり駅発着である。在来線では、日豊本線の特急、霧島、日豊本線、日殺線直通の観光特急、早との風、いぶす枕崎線の観光特急、いぶすの、 タ手箱が乗り入れている。かつては JR グループの特急列車が発着する日本最南端の駅であったが、2011年3月のイブスキのタ手箱運転開始に伴い、同列車の終着駅であるイブスキ駅にその座を譲った。在来線に乗り入れているすべての優等列車が当駅発着で運行され、当駅をまたいで運転する優等列車は存在しない。 国鉄分割民営会以降、優等列車が当駅をまたいで運転されたのは、1992年、平成4年の夏季における、国部駅始発の上り臨時、つばめの一例のみである。当駅では、在来線の最終列車、鹿児島本線、川内駅、日報本線、国部駅、伊ぶすき枕崎線、五井の駅が、23時50分に全方向に向けて、一斉発車する。 鹿児島市電第2期線及び都蘇線が乗り入れており、相互に直通している。なお、両路線は鹿児島市電に系統として一体的に運営されている。1913年、大正2年10月11日に仙台線として東一機駅から鹿児島駅までの区間が開通したのに伴い、鹿児島支部長に竹駅として設置された。 設置時の初代駅舎は、鹿児島駅で使用されていた木造駅舎を移設したものであった。また、設置当時、部駅周辺には、電園が広がっていたという。川内線開通の2年後には、鹿児島電気軌道、現在の鹿児島市電の高堅馬場停留所から、部駅付近までが延伸され、部駅前に、竹駅前停留所が設置された。1927年。 昭和2年に川内本線八代鹿児島間1924年に宮野城線が開通したのに伴い川内線から川内本線に改称が全線開通し川内本線は鹿児島本線に編入され同時に部駅は西鹿児島駅に改称。翌年に駅名の改称に伴い鹿児島市電の部駅前停留所は 西鹿児島駅前停留所に改称された。1930年、昭和5年12月7日には、伊ぶす線、現在の伊ぶす枕崎線として、西鹿児島駅から五井の駅までの区間が開通し、西鹿児島駅は、分岐駅となった。第二次世界大戦中の鹿児島大空襲では、駅本屋等が消失する等の被害を受け、戦災復興事業により1950年、 昭和25年4月に駅舎が完成するまで、仮設駅舎が使用され、完成した二代目駅舎は、民間の資金による民衆駅として建設されたものであった。1901年、明治34年に鹿児島まで鉄道が開通して、以降、優等列車の発着駅は、鹿児島駅であったが、戦後の復興計画により、鹿児島駅は、貨物の週3駅、西鹿児島駅は、 旅客の発着駅としての位置づけにより、事業が行われ、西鹿児島駅の駅前広場の拡張が行われた。これにより1971年、昭和46年から優等列車は、鹿児島駅から、西鹿児島駅発着に変更され、鹿児島市の中心駅としての機能が移転した。1996年、平成8年に、現在の駅舎、三代目駅舎に建て替えられた。 2003年度中に新八代駅と西鹿児島駅間の九州新幹線、鹿児島ルートが開通することが決定し、それに伴い西鹿児島駅駅名選定委員会が2002年8月に新駅名を公募した結果以下のようになった。上記の駅名の他にも、薩摩駅、薩摩駅、鹿児島セントラル駅、桜島駅、薩摩鹿児島駅、新鹿児島駅といった案もあった。 解明する案のほかに、西鹿児島駅のまま現状維持とする案もあったが、公募の結果一位であった鹿児島中央駅が第2回西鹿児島駅駅名選定委員会で新駅名として採用され、新幹線開通とともに鹿児島中央駅に解消することとなった。2004年平成16年3月13日に九州新幹線が新八代駅。 鹿児島中央館が開通し、同時に西鹿児島駅から鹿児島中央駅に改称、同時に鹿児島市電の西鹿児島駅前停留所が鹿児島中央駅前停留所に改称した。また、駅名の改称にかかった経費6 600万円については西鹿児島駅駅名改称推進協議会より JR 九州に提供された。また、同年の9月17日には、 JR 九州の商業施設としては JR 博多市に次ぐ規模となる複合商業駅ビルであるアミュプラザ鹿児島が駅敷地内に開業した。鹿児島中央駅に駅ビルを建設する計画については昭和40年代頃には浮上しており、1984年には鹿児島市と当時の日本国有鉄道の協議会が再開発構想を発表し、 国鉄分割民営化後の1990年、平成2年には JR 九州と地元の百貨店山形屋が共同出店構想を打ち出して JR 九州山形屋が各テナントとなることまで決定していたが経済情勢等の理由で白紙撤回され実現されず JR 九州が独自に出店を行うこととなったという経緯がある。2010年2月には 翌年の九州新幹線全線開業を見据え、駅コンコースなどを拡張、合わせてフレスタ鹿児島をリニューアルした。2012年5月には、桜島口大階段を撤去し、跡地を含む約2000平方メートルの土地に地上7階建て、延べ床面積8700平方メートルのアミュプラザ、鹿児島の別館、アミュプラザ鹿児島プレミアム館を建設する計画が発表された。 建設地となる桜島口大階段の撤去工事が2013年、平成25年6月10日より開始し、2013年10月には撤去が完了して、建物本体の工事に着手した。大階段は、1996年6月に完成した三代目駅舎と共に建設されたもので、幅36メートル、奥行き20メートル、高さ最大7メートルあったが、 アミュ広場が併設されたことで利用が減少していた。2014年9月26日にアミュプラザ鹿児島プレミアム館が開業した。主なトナントとして東急ハンズなどが入店している。ホームは在来線がほぼ南北方向に付設された島式ホーム3面6線を有する地上駅。新幹線はその直上に直角の線形で付設された島式ホーム2面4線を 有する高海駅3階である。校舎は海に向かって行き止まりとなっている。新幹線ホームは8両編成にまで対応し、可動式安全柵が設置されている。なお、10両分までは延伸が可能である。駅東側の出口を桜島口、東口、駅西側の出口を西口という。駅本屋は在来線ホームと、 新幹線ホームの中間にあたる2階部分にあり、桜島口と西口はコンコースで結ばれている。改札外のコンコースには、緑の窓口、JR 九州旅行、キオスク、ドラッグイレブン、総合観光案内所などがある。1階2階部分の商業施設の集まりは、駅町1丁目、鹿児島と称され、土産物品店や飲食店、小売店などをはじめ、 様々な商業施設が入居している。詳細は後日関連施設として、桜島口側は、アミプラザ鹿児島プレミアム館。正面から見て右側、北側に、駅ビル。アミプラザ鹿児島本館。左側、南側に、立体駐車場。西口側は、正面から見て左側、北側に、JR 九州ホテル鹿児島。右側、南側に、 立体駐車場が立ち、それぞれ駅構内からの連絡通路が設置されている。改札口は、新幹線、在来線、新幹線、在来線の理科への各改札が一箇所に集中配置され、各改札口とも自動改札機が設置されている。在来線では、JR 九州の IC カード、守護課の利用が可能である。守護課は、新幹線では利用できない。 川内駅当駅間含む、新幹線、在来線の乗り継ぎで守護課を利用する場合は、一旦改札を出て、再度入場し直す必要がある。新幹線改札内には、待合スペース、無線ランスポット、喫煙室のほか、キオスク、土産物店、飲食店などの商業施設が入居している。在来線改札内には、新幹線乗車券、 自由席特急券券売機、IC カードチャージ機が設置されているほか、緑の窓口も設置されており、在来線から新幹線への乗り継ぎ客が多い、週末などの多客機に営業する。新幹線、在来線ともに自動放送が導入されている。新幹線ホームのみ、向谷実が作曲した発車メロディが導入されている。2011年の全線開業前は、 風は、南から、が使用されていたが、全線開業後は、鹿児島県の民用である、鹿児島小原節をアレンジしたものが使用されている。在来線の特急列車は3から6番乗り場から、発着する。在来線の普通列車は1番乗り場が、指ぶ枕崎線線用、日本本線側に、車止めがあり、河川が張られていないとして使用されるかは、 すべての乗り場を各線で兼用する。九州新幹線が乗り入れる前にあった旧一番乗り場は、鹿児島本線、日報本線、伊ぶすき枕崎線べての列車が発着可能であったほか、伊ぶすき枕崎線専用の0番乗り場、現一番乗り場があった。前車の跡地については2012年現在、隣接する駐車場の通路として使用されているが、 ホームが設置されていた頃の面影がある。3から6番乗り場の各ホームには IC カード専用自由席特急券売機が1から6番乗り場の各ホームには IC カードチャージ機が設置されている。九州新幹線の全線開業以降、在来線の最終列車は全線同時発車である。鹿児島本線、川内日本線、国分 伊武ス枕崎線、五位の行きの3本で23時50分。相対式ホーム2面2線の相対式ホームとなっている。かつてはそばを通る県道上に位置していたが、2004年の九州新幹線開業に合わせ、それまで道路の中央部に停留所を設置するセンターリザベーション方式であった停留所を上下線をまとめて、 道路の片側に寄せるシングルサイドリザベーション方式と、市、駅前広場内に移設される便性が向上した。両乗り場に、電車接近表示器があり、アナウンスが行われる。また、両乗り場とも、バリアフリーに対応している。下りホーム、県道側、上りホーム、駅舎側、駅構内の商業施設の総称であり、2012年。 現在は42店舗が営業をしている。全店で主語化が使用可能である。2011年、平成23年3月の九州、新幹線全線開業に先駆け、2008年、平成20年から、駅構内、フレスタ鹿児島の増築工事が行われ、2010年、平成22年2月18日に竣工した。これにより、 駅の延べ床面積は8400メートルから13000メートルに拡張された。2014年10月14日、フレスタ鹿児島から駅町一丁目鹿児島へ名称変更。店舗面積は7300メートルであり、そのうちの5500メートルがビッグカメラ、鹿児島中央駅店、ソフマップ鹿児島中央駅店併設となっている。飲食。 物販ゾーンは、土産横丁には27店舗が、グルメ横丁には、県内諸出店のシアトルズベストコーヒーなど8店舗が入居している。入居店舗の詳細は、公式サイトを参照。アミプラザ・鹿児島は、当駅に隣接する大型複合商業駅ビルであり、本館とプレミアム館がある。本館には187店舗、2014年4月現在、 プレミアム館には19店舗、2014年9月、現在は入居している。2016年、平成28年度の1日平均乗車人員は19842人である。これは、鹿児島県内の駅としては最多。また JR 九州の駅としては、博多駅、小倉駅に次いで第3位である。 2015年度の駅取扱い収入は133億900万円で JR 九州の駅としては博多駅に次いで第2位である2016年3月期に JR 九州管轄の駅で同収入が100億円を超えている駅は東駅と東駅と同じ九州新幹線の主要駅である博多駅と熊本駅のみである当駅は九州新幹線の部分開業。 2004年及び、全線開業、2011年を契機として、利用客を大幅に増やしており、校舎については、開業年の2011年4月から12月までの1日平均新幹線、乗降人員が14,150人、計画費121%を計上した。主な駅弁は、下記の通り、東口、西口のバスターミナルから乗車する。 この内南国高速バスセンター東21番乗り場はかつてバスターミナルが設けられていた旧南国日本生命ビルの老朽化に伴い2009年平成21年5月31日をもって閉鎖され同ビル跡地には再開発ビルとしてオフィス飲食店ホテルなどを兼ね備えた複合施設である鹿児島中央ターミナルビル愛称霊星 内蔵が2012年、平成24年4月23日に完成し、同ビル1階に設けられた、バスターミナルからは高速バス、一部路線を除くと、空港リムジンバスが発着する。なお、旧ビル閉鎖から新ビルが完成するまでの期間は、南国センタービル横の旧サンクス、鹿児島中央駅前店跡地を、バスターミナルとしていた。以下、ないものは中乗車は、 東口、西口のバスターミナルからである。鹿児島中央駅西口バス乗り場。鹿児島中央駅東口バス乗り場。2011年、平成23年3月の九州新幹線の全線開業に伴い、駅周辺では再開発が進んでいる。駅とその周辺は、地下通路、めロードが設置されており、地下を通じて、鹿児島中央駅西口、 桜島口、アミプラザ鹿児島、キャンセビル、南国センタービル、鹿児島中央駅前電停と結ばれている。なお、地下通路内には広場や交番が設けられ、安心快適に通行できるよう工夫がなされている。鹿児島中央駅に隣接する中央町19.20番街区にある中央駅1番街を再開発し、7階までは商業施設など、 上階にマンションを含めた24階建ての再開発ビルを2020年に工事を始める。アミプラザ・鹿児島プレミアム館と東ビルを経由し、南国センタービルまでつながるペデストリアンデッキも同時に設置予定。桜島口広場には昭和57年1982年に建立された彫刻家の中村信也が制作した薩摩藩。 英国留学生17名の像、若き薩摩の群像を持たっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。